く。よろしく。え、野田たけるくん。そう。たけるです。たけるって呼んでいいです。俺、ゆうさく。ゆうさく。よろしく。よろしく。え、どこからこっち来たの？あ、俺東京。東京？東京のどこ？東京の渋谷らへん。え、渋谷？に住んでたってこと？そう。え？じゃあ渋谷で遊んだりする？そうだ、大体渋谷か表参道で。表参道？なんでしょうか。え、サッカーもやってたの？サッカーもやってた。やんな。結構、え、うまい。まあまあ、結構できる。そこそこできるくらいかな。てか、めちゃくちゃイケメンやん。いや、そんなことない。めっちゃくちゃかっこいいやん。ありがとう。モッテモテやろ。まあまあ、そこ。そりゃそうやろな。え、彼女とかは？彼女もいるよ。え、なんか、インスタとかやってる？インスタやってる、一応。フォロワー何人ぐらい？フォロワー3万人ぐらいか。え？マジで？え、じゃあ、女の子とかも？結構、ぼちぼち来る感じじゃないかな。え、DM？ DM 来る。マジか、うん、え、もうすごいな、やばいね。え、休みの日とか何してんの？休みは、まあ、表参道でランチとか。表参道でランチ？まあ、六本木で買い物とかえしてるね。マジ？あんまり、うん、そう、行ったことないから。あ、ほんと？日本で一緒に行こうよ。マジで？うん、行きたい。行こう行こう。え、最高やえ、あの、お金とか何に使ってるの？お金は、まあ、服とか遊びが多いかな。六本木とかで買うの？そうだ。うわ、すげえ、かっこいい。え、仲良くしてな。いいよ、仲良くしよう。最高やん、うん。え、どうこの学校、もう慣れた？こっち。いや慣れてないね。慣れてない。やっぱ田んぼとか多いし。まあ結構そうだよね。田舎って感じだよ。まあまあそう、東京の渋谷とかに比べたらな、うん、遊ぶとことかも。何するん、休日とか。俺は友達とカラオケ行ったりとか、うん、あとまあみんなでサイゼとか行ったり、サイゼサッカーみんなでしたりとか、うん、ちょっと俺次の授業の準備するから、また話そう。いっぱいよろしく、うん、めっちゃ嬉しいわ。あ、よろしくね、たけるです。あ、転校生です。転校生ですよ。名前は？あ、本当に、よろしくお願いします。普段何して遊んだりしてるの？特に何も。あ、部活とかは？部活入ってません。部活ない。生徒会やってるみたいな話聞いたり。何か文句でもありますか？いや、ないけど。え、彼女とか？あんま興味なくて、そういうの。あ、そう。はい、すいません。やめてください。なんか、私もなんか難しいので。あ、なるほど。まあ、よろしくね。あ、お願いします。はい、お願いします。